Bonjour, konnichiwa. Kono video de Fransugo no Mitsu no Hatson no Benkyo shimasho. Kono Mitsu no Hatson no tsukuru ni wa mazu kuchi no katachi wa egao desu. Chanto hoppeta no mannaka made chanto egao shite kudasai. Ichiban me no Hatson wa kuchi no hirosa wa tottemo semai desu. Koyubisaki yori semai. そして口の中にもとっても狭くしましょう。どうしましたら、舌はまず口の前の方に行って、舌の歯の裏に舌の先をついて、前の方に押すとちょっと、舌の全体が上がりますね。上がって上がって上がって口の上まで行ってとっても狭くなるほど。なかなか呼吸が出られない。喉の中にも、喉をちゃんと締めて、力を使って声帯震わせると、発音は、いが出る。い。フランス語のいは強くて、力を使って筋肉もちょっと硬いです。もう一度、い。い。次の発音を作るには、いと全く同じ形で、舌は口の前の方に押します。しかし、この骨を2ミリ下げると、口の中に舌と口の上の間にも2ミリぐらい広くなります。この広さのおかげで、発音が十分変わります。歯の間にも少し2ミリ広くなります。小指先の広さぐらいになります。まだ狭いけど、いよりちょっと広くなります。発音は、えになります。い、そして、え。い、え、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 近いですね。2、3ミリぐらいだけ動きます。けど、十分発音が変わります。まだ狭いので、まだ力を使わないと茎が出るときにあまり聞こえない発音がしないので、聞こえるには強く、茎を出して強く筋肉の力を使ってください。え。一番目の発音は、い。次は、え。まだ強くて力を使います。そして、三番目の発音のために、口をとっても広く開ける。口の形はまだ変わらなくて、笑顔の形をちゃんとして、ほっぺたの後ろまでちゃんと笑顔してください。いい、そして2ミリ開けると、ええ、そしてとっても縦に開けると、えになります。え。い、え、え。えの方がとても広いから、力はそんなに使わない。喉の筋肉もそんなに硬くしなくてもあんまり使わない。え。もう一度三つの発音します。い、え、え。い、え、え。三つのところを気をつけて、歯の間に、口の中、舌の上と口の上の間と喉の中、この3つのところの広さが変わります。いはとっても狭い。歯の間にも口の中にも喉もちゃんと締めようとする。そして、えのためにまだ狭くて歯の間に狭い。口の中にもまだ舌と口の上の間に狭い。
喉の中にまだちょっと狭いです。そして、え、全部開ける。歯の間に広くなります。舌と口の上の間にも広くなります。え、そして、喉の中にも開いて、広くなります。え、い、え、えの違いは広さだけです。口の形は笑顔、三つとも。舌の置く場所は口の前の方です。前の方に押して舌の全体が上がるところは口の前の方に上がる。そして、声帯震わせると、えになります。い、え、え、え、い、い、え、え、い、広さは小指先の広さより狭い。い、入れられない。そして、狭いのは小指先の広さちょうど。え、え、そしてとても広いのは、この二つの指をそのまましてえ、え、ぜひこの二つの指より広く開けてください。え、下は前です。つづり、つづりはいっていう発音は四つのつづりです。I, I accent circonflexe, I tréma, Y. そして、え。えっていう発音、基本の綴りは一つしかない。E accent aigu. そして、え。えっていう発音の綴りは五つあります。E accent grave,E accent circonflexe, E tréma, A, I, そして E, I. この5つの綴りの読み方は、え、と読みます。特別な読み方がある言葉もありますので、読み方は暗記しかない言葉があります。例えば、え、何々と何々。そして、漢詞のれ、アクセントがないけど、アクセントエグ、アクセントエグのように読みます。れ。そして、他の漢詞は、で、この3つの言葉の読み方を覚えるしかない。そして似ている綴りなんですが、違う読み方がある言葉もあります。例えば、目、目、そして手、手、そして背、背、そして、せ、さっきと同じ、せ。そして、être っていう動詞の活用は、tu es、tu es。そして、il est、il est。もちろんフランス語でよく使う、せ、何々です。せ、これも、えっていう発音として読みます。この言葉たちの読み方、暗記しかないです。覚えないと読めないですね。そして、フランス語でもちろん読み方のルールもあります。フランス語の言葉が読めるには、
基本の綴りの読み方を知らないといけない。その上に読み方のルールも知らないといけません。読み方のルールは、例えば、言葉の語尾に er が書いてありましたら、もし r の発音しなかったら、読み方はえと読みます。言葉の語尾にこの er を見るとえと読みます。例えば、第一群動詞の全部の第一群動詞、manger, parler, danser, chanter え、何々、えと読みます。そして言葉の語尾に ez っていう綴りがありましたら、これも読み方は普通にえと読みます。例えば、vous の活用、vous mangez, vous finissez, vous allez とかなど、 ez が書いてありましたら、基本的にえと読みます。他の読み方のルールは、言葉の語尾に「う」「て」が書いてありましたら、普通に読み方は「え」「何々え」。例えば、un beignet、フランスのドーナツ。他の読み方のルールがありますけど、少し難しい。言葉の語尾に、言葉の読み方について、最後の、発音はシーンの発音がする場合には、もし先にうが書いてありましたら、読み方はえになります。だから、語尾に、シーンの発音するかどうか知らないと、前のうが正しく読めないです。例えば、海はこの綴りです。最後にあるシーン、発音するか発音しないか知らないと正しく読めない。もし発音しなければ普通のえ、先に教えた er はえ。だけど、もし最後のシーンを読みましたら、発音しましたら、前のうはえになります。どちらですか？どうやってわかりますか？辞書で調べる言葉の読み方がだいたい書いてあります。またはフランス人を聞いたら、最後のシーン発音しましたかどうか確認して、よく聞いて、暗記して、そのまま繰り返して。この言葉の最後のシーン発音する。だから前のうはえになります。La mer, la mer. 他の言葉、この言葉は最後のシーン発音しない。だから、先に教えたのは語尾に er が書いてありましたらえと読みます。 manger, manger。他の言葉しましょう。例えば、この言葉は最後のシーン発音する。言葉の最後の発音はシーンの発音がするから、前のうの読み方はえっていう読み方になります。 un appel、 appel、 呼ぶことっていう意味です。この3つの発音の練習頑張って、してみてください。いえいえ。だいたい A は一番広い、 E が一番狭いのが一番作りやすい。だけど、間にあるえの適当な広さを分かるには多分少し難しくて失敗するので、いっぱい練習してください。自分の声を
録音して、 そして聞いて、 先生の発音と似ているかどうか確認して、 全然違うと思いましたら、 多分間違いましたかもしれないので、また練習してください。